くともしない。剣自身が選別した者にのみ力を与える魔剣か。いや、これは魔人の魔力とは全く異なる。となると、ゼルボリス、我が代理、我が息子。これは父上、いかがなされました？朗報だ。朗報とは？魔人王が目覚め。父上がお目覚めに。しかし、まだ封印が解けるまで時間が。我にあらず。本来なら我の後を継ぐべきだったもの。まさか、あの裏切り者が。汝の兄を魔人の新たな王として迎え入れるのだ。それは、しかし、これより命を下す。メリオダスを奪還せよ。ご冗談を。メリオダスを魔人族の王として迎え入れろと、父上、納得がいきません。拷問は許さん。メリオダスは仲間である七つの大罪とともにお前の元に向かっている。最高神の娘エリザベスにかけられた我が呪いを解くためにな。奴らはもはや魔人族にとって脅威に他ならん。奪還の際は七つの大罪を皆殺しにしろ。これ以上の脅威となる前にな。我は煉獄よりのんびり見物させてもらう。実戒総員に次ぐ。直ちに目の前の全事項より最優先に。